ギリチョコとは一般には日本の女性がバレンタインデーの2月14日に恋愛感情を伴わない男性に対し日頃の感謝の気持ちを込めてまたはホワイトデーの返礼を期待して贈答するチョコレートのことあるいはその儀式全般を含有した日本特有の文化を指すギリチョコとは感謝の気持ちやコミュニケーションの円滑化を目的として 女性から男性に対して贈答するバレンタインデーのイベントの一つであり、恋愛感情を伴って意中の人に手渡す、本命チョコとは一線を隠す目的を持つ。ドラマや漫画などの劇作中においては、本音をうまく伝えることのできないヒロインの葛藤を表現するアイテムとしてギリチョコが登場する場合があるが、現実世界においては往々にして誤解されると大変なことであり、 勘違いを起こされると困惑するものである。そのため、自分に好意があると、あらぬ勘違いや誤解を未然に防ぐために、渡し方や渡す品物などに、一定のマナーが見られる。しかし、付き合いの親密度や、好感度によって、贈答品に格差が設けられるなど、女性側も、社交事例のみで渡しているようではないことが伺える。そもそも日本において、 バレンタインに思いを寄せる男性に対して女性がチョコレートを贈るという独特のイベントが開催されるようになったのは神戸モロゾフ製菓がチョコレート販売促進の一環として1936年に英字新聞ザ・ジャパン・アドバタイザーに広告を出したのがきっかけとされるその後藤家や森永製菓などがバレンタインイコール女性が 男性にチョコレートを贈る日というイメージ戦略を行った結果、1950年代よりバレンタインデーに一中の男性にチョコレートを贈るという行為が広がりを見せ、同時に OL が会社の職場にいる男性にチョコレートを贈るキリチョコという風習が登場するようになり、日本の文化として根付いた。2013年のバレンタインシーズンにはブラック聖火が同社の ブラックサンダーについて、一目でギリとわかるチョコのキャッチコピーでキャンペーンを展開するなど、ギリチョコをメインターゲットとした宣伝を行う企業も現れている。その一方、2018年2月1日にゴディバジャパンは日本経済新聞のみに日本はギリチョコをやめよう。と、全面広告を掲載し、意図についてバレンタインデーを好きになってほしい。 もちろん本命チョコはあっていいけど、苦痛ならギリチョコはなくてもいい。いや、この時代、ない方がいい。そう思うに至ったのですと答え、ギリチョコの賛否について話題になった。バレンタインデーは年間で最もチョコレートを食べる日にまで成長したが、一方で、成果会社の仕掛けたマーケティングに辟易し、 ギリチョコを中止する、要抗議する集団なども登場している。職場において女性から男性にギリチョコを送る風習について批判が多い一方、逆に男性から女性にギリチョコを送ることを奨励する動きは一部にある。週刊 SPA が行った調査では、20代女性のうち半数以上が男性からギリチョコをもらっても株は上がらないと回答している。 贈答が加熱するギリチョコ交換に対して自粛や禁止する企業もある。ありがとうございます。